はいどうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、ランクマ、なんですけど、この画面ね。で、ランクマね、僕ね、残すところ、あと、ラスト1戦というところまで来たんで、まあ、ラスト1戦だけね、まあ、動画にしようかなっていうふうに思った次第でございます。はい。で、まあね、最後の最後はね、強い人とのところと、もう戦って、でそれでね、まあね、もう全国仕様のオーダーでいこうかなっていう感じで、やっていこうかなと思います。まあランクマはね、ベンチメンバーがそのポイント特攻のキャラを、まあ、入れるのがね、まあもう今基本な感じなですけど、うん、まあね、僕も もちろんねそれでやってたんですけど、まあもう最後の一戦はね、もういつも通りのパーティーでやりたいなっていうことで、もうポイントも増えそうにないのでで、これね、まあ、三つあるうちにね、まあ、僕気になったのはね、左上のこのブルーアイズホワイトドラゴン高校っていうところ、遊戯王ですね。はい。でね、どっかのその地区での、その全国大会で結構上位になってるのをね、よく見かけてたんですよ。それだもんでね、ちょっと戦ってみようかなって思う。うん。で、一度も戦ったことないんですよ、この方と。はい。まあ割とね、まあ結構強い方なので、全国大会でも割と上位の方に、いる感じだったので、まあね、ちょっと戦ってみたいなっていうことで、やってみようかなと、思います。まあ向こうはね、ポイントのね、特攻を、まあ数人入れてるので、まあ有利なんですけど、有利っていうか、まあ、うん、まあ、うんって感じで。うん、何を言っていいかね、ちょっとわかんなくなった。はい。でね、まあ、こっちのオーダーは、まあ、いつも通りって感じで、で、まあね、打順をちょっといじった感じです。まあ、まあ、いつもだったらこういう感じで、打順組んでるんですけど、まあね、ちょっとね、一番で、ちょっと葵ちゃん使ってみたいなっていう気分的に。完全に気分ですけど。はい。まあね、チームスキルね、まあ、これあってもなくても、そんなにね、変わんないので、うん。まあ少しミートが少し上昇なので、あってもなくてもさほど変わんないということで、ちょっと葵ちゃんを一番にして、でもうね、ガンガン敵の投手のスタミナを減らす、うん、一番なので、まあちょっとでも多く打席に立たせて、それで投手のスタミナをガンガン削っていくというような、まあ感じでいこうかなと思います。あ、そうそう。でね、ランクマやっててね、一個ね、その、一つね、面白いね、ちょっと高校名の方見つけたんですよ。で、それが、こちら、画像出てると思いますけど、はい。仕掛けのお父で、酪農業高校。いや、こんな学校あったら行きたいわ。俺絶対行くわ。もう、本庄さん、でもね、本庄さん推しの人は、まあ、もう即受かるみたいな感じ。僕みたいな二押し以下のね、人はね、多分倍率高そうだな、みたいな。何言ってんだって話ですけど、はい。なんで、なんかね、ちょっと刺さりました。この高校。はい。で、まあそんな感じで、やっていきましょう。でね、あ、そう、ね、選手にね、ちょっと任せるでやってみようかなって思います。もう最後はお遊びなんでね。はい。それでね、ちょっとやってみようかなっていう感じ。それだもんで、この辺のベンチバフが発動するような感じになるもんで、まあね、まあ、能力的には、まあ、強化されるんですけど、まあ、盗塁を、例の勝手に盗塁するっていう。まあ、その辺をね、まあ、いかに成功してくれるかって感じですね。もう勝手にやっちゃうので。さあ、行きましょう。ただね、選手に任せるなんですけど、まあ、長井ちゃんの方をね、ちょっとどうするか、まあ、状況を見てね、調子上げていこうかなと、思います。はい、ストップ。さあ、葵ちゃん、まあ、選手に任せるなんで、葵ちゃんが発動するけど、さあ、何が発動した？あ、にゃんこ作戦その1ですね。はい、ミート走力は抜群上昇、パワーが上昇っていうような感じ。まあ、そんな変わんないですね。はい、ではね、行きましょう。さあ、で、アウトで、ああ、敵も強いね。球速がめっちゃ高いね。うん。はい、で、こちらも三振で、お、ヒットになる。で、ヒットでアウトですね。うん。まあまあまあ、ヒットは出たものの、まあ、チャンスにはなりませんでしたというような感じ。はい。2回ですね。はい、2回エラーで出塁。さあ、つくもパイセン三振。うん、さすがソラちゃんですね。この辺は盗塁成功。で、ヒットだけど、ソラちゃんだから、安定のアウト。三振ですね。はい。でここまで両者得点なしというような感じ。まあこちらはね、まだヒット1本も許してないような、まあ、状況ですね。はい。でここで調子上げます。はい、長井ちゃんの、まあね、選手に任せるだとね、ちょっとオペレーションコスト。はい、ホームラン OK。 ナイス、ナイスです。
さあホームランで先制です。はい、1対0ですね。はい、強敵相手に1対0で、先制と、おーホームラン OK でございます。篠雲ちゃんがホームランで 2-0 ですね。はい、立ち上がりがこちらが、まあ、立ち上がりは悪かったんですけど、まあ、あの先制はこっちが、先というような感じでしたね。はい、でアウトですね。アウトで三振で、おーヒット、ソラちゃんのヒットはいいけど、おーエラーです。まあエラーでもいいよ。はい、でヒット1満塁で、でさらに調子を上げます。はい、ここで永井ちゃんが三振。まあそうですよね、まあ、チャンスは生かせなかったというような感じですね。はい、でアウト、アウト、うん、今のところまだヒット許してノーヒットノーランですね。まあ、そんな感じですよね。はい、素晴らしい投球ですよ。さあミート重視はしない、まだ。じゃあ、相手投手はいないですね。じゃあ耐久を使いましょう。はい、もうここでスタミナを減らします。これでさらにがっつり減らして、さらにタイムリーヒットです。素晴らしい、つくもパイセンのタイムリーヒットです。これで、4対0で、ございます。さあさあリードをどんどん広げていきます。さあでも、ソラちゃんがおヒットソラちゃん今日やるね。うん、いつもこんな打たないのにどうしたよで、翼ちゃんがヒットヒット、うん、5回この回いいですね。はい、で、永井ちゃんがフォアボールで失礼。さあ4番の篠雲ちゃんはアウト、うん、この回は、5点で終わりと。この回、ヒット許しましたね。はい、篠雲ちゃんがヒットで盗塁成功ですけど2アウトです。さあ、うん、OKOKOK でレナ様でヒット、いいね、今日調子いいじゃん。おー、つくもパイセンが、タイムリーですね。はい、で、キリちゃんもタイムリーですね。盗塁失敗タイムリーじゃねえよ普通にヒット、ワンヒットですね。はい、でこちらが終わって、でエラーで出塁したのか今ちょっと分かんなかったけど、で、永井ちゃんがアウトですけど得点チャンス。さあ篠雲ちゃんが、盗塁失敗、盗塁失敗になるからね、嫌なんですよね、選手に任せるだと。はい、ツーベースヒットでも得点を取りに行く。はい、で10対0、ここをきっちり抑えれば、はい、盗塁失敗、こうなっちゃうか、こうなっちゃうから嫌なんだよな。で、あヒット、うーん、よくないね。で盗塁成功もよくない。さあアウトで、永井ちゃん怖いっすね。でもうーん、まあ大丈夫でしょ。はい、で三振で、で岩木ちゃんか、で調子好調、怖いんですよね。じゃ あどうしましょうかね。じゃあ最後なんでスタミナ温存やってみますまあ気休め程度でしかないですけど。はい、アウト OK、 10対0、コールド勝ちですね。素晴らしい。はい、まあ、全国クラスの相手に、まあ全国クラスかどうかちょっと分かんないですけど、まあ強そうだなっていう風に感じた、まあ高校なので、はい、まあね、得点ポイントはね、ポイント特攻キャラ何も入れてないので、まあ入れてなくても10対0だとどの道この109万って超えられなかったので、まあまあまあいいでしょう。まあ最後の試合はね、まあ勝てましたんでよかったでしょう。はい、ということで今日、ランク番、順位さ、そう、順位ね、順位、はい、順位は、こんな感じです。はい、145位となっております。はい、まあね、もうシルバーランクはもう確定でしょうというようなところですね。はい、でまあ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 って感じですね。まあいつも通りだかなっていう感じ、それだもんで、まあね、皆さんは、どうでしたまあね、もう大体どのぐらいのランク、順位になるかっていうのもね、想像つくと思いますんでね。はい、まあね、また次のね、機会の、まあ、ランクまでね、また楽しんでいきましょう。はい、ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。